歴史民族資料館の前から乙女の寝顔見れます。乙女の寝顔ハンサレ、これが顔で鼻のところが頂上です。今日は三森山とハンサレに登りたいと思います。ここがハンサレの登山口です。ここに車止めました。5台ぐらい止めれるスペースがあります。ここから登っていきます。ハンサレ、それではちょっと登っていきたいと思います。なんか綺麗、苔が。まずは半沢峠まで20分ぐらいです。ここもなんか雰囲気いいな。あんまり人の手が入ってないっていう感じがします。三森山から先に行って、それからまた戻ってきてハンサレに向かいたいと思います。分岐ですね。ここはハンサ峠ですね。ハンサレ三森山、ここを少し右に行くとお地蔵さんが見た。右がハンサレ、左が三森山です。まず三森山に行くんで左に口が登っていきます。ここから踏み跡少ないみたいなんですけど、どうなんでしょうか。ハンサ峠から三森山までは1時間50分ぐらいですね。通常のコースタイムによると。三森山までの自動走路めちゃめちゃ気持ちがいいです。タムシバっていう花が咲いてるらしいんですけどね、春は。もうちょっと展望がちょっと開けた場所に。知る人ぞ知る名峰三森山、360度景色が綺麗みたいですね。太陽光ソーラーパネル、引き続き三森山に向かいます。気持ちいい重走路、ちょっと下りか。すげえ、めちゃめちゃ静か。ちょっと下って、ちょっと登るか。おお。目印あるんで登りやすいかも。
咲いてる。実際、可愛い。いいところやな。シット、めっちゃ曲がりくねった木が、なんかすごい。おお、お、結構なかなか。ロープあるところまで来ました。結構急ですね。2階目。ロープ、またありますね。この岩の上の方に来ます。おお、すごい。おお、すごい。どうかな、一番急やった。お、また登り。結構急激に降りたり急激に登ったりしますね。岩、今すごいな。ロープありますね。うん、うわ、最後っぽい。なんとなく。おお、到着。三ツ森山山頂到着しました。三ツ森山950メートル。山頂からこっち行ったら楽天山行けない。さあ景色見てみましょう。おお、すげえ。これはすげえ。三ツ森山山頂からの360度。こっち側、こっち側のどこかが楽見山か大社のこっちやん。よし、じゃあ西、北は野竹宝子温脈山が見えるみたいです。すごい景色。
重走路が見えるのか。すごい。やばい。それではご飯食べたんで、ハンサ峠まで戻って、ハンサ嶺まで登っていきたいと思います。レッツゴー。すごいな。景色がやっぱりここ。なかなか。ハンサ嶺どんなんやつなの？あ、もう、乙女の寝顔の鼻の部分。下りはなんかロープの訓練になりますね。三つ森山の半田峠までサクッと行きましょうか。速攻で戻り中。ここまでやんかったな。あのソーラーのとこまで戻ってきましたね。ソーラーパネルの景色のとこまで引き続き半田峠に向かいますか。サクッと大東山系の山も初めてなんですけど、なんか山深くていい感じ。半田峠から三つ森山までの縦走路はあのソーラーパネルまでが結構穏やかな道で、ソーラーパネルを過ぎるとちょっとアップダウンが厳しくなって、ロープとかも出てきて、なかなか面白くなってきますよ。半田峠に戻ってきました。今度は向こうに行きます。日の根の登りですね、うん、これは面白い。これはまた看板が、あ、それこっちか。お、でも湯はとか苔もめっちゃ綺麗ですね。お、ちょっと楽しいかも。すごいな、なんか。確かにワイルドな感じ。おお、面白い。これはこっちか、下かな。こっちでも行けたのかな、もしかして。こりゃ
けそう。どっちでも行けてそう。上行くか下行くか。下る感じ。ハンサレなか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 の下り。これこっちから行った方がいいか。おお、すげえ。おお、すごい。ここを届きました。これは登りごたえある。なかなかの楽しさ。おお、ここは。お、木の根の登りが。この根を持って登る感じ。お、着いたかな。ここか。もうちょい先か。え、ここ？あ、それ。ここか。また一旦降りるんですね。そして、こっちか。すげえ。そして登ると、ここを、こっちか。土砂崩れ起こってますやん。あ、それどこ。どこどこ。お、おめ。危ない。そうか。すげえな。ここは。お、登りや。こっちか。なかなかの登りやな、これ。ハンサレ結構時間的にすぐと思いきや、なかなか険しい道ですね。結構ここは急ですね。こんな感じ。あ、でもここ涼しくて楽しい。じゃあもうちょいかな。マザレ、おお、押し牛木の根を持っていく感じです。お、あ、ロープがあってちょっと急なところを登る感じです。じゃあ行きますか。ロープはしっかりしてますね。
お、来たかな。最後までロープ。よし。お、このサレ着いたっぽい。岩山やな、これほんまに。着きました。ハンサレ、到着。山頂、894メートル。なかなかすごかったな、岩山。景色綺麗。ハンサレーからの景色。ちょっとだけ見ますね。三つ森山は360度とはまた違いますが、また違った凄さがありますね、ここ。特にこっち側の景色が。そうそう、下ろうかな。それでは反射峠までサクッと帰って、登山口までさらにサクサクと帰りたいと思います。ここまた下っていくんか、すげえ。この立ってるすぐ下、土砂崩れてちょっとやばいですよね。めちゃくちゃスリルある。探査峠まで戻ってきました。なかなかやったね、探査で。探査峠の分岐に戻ってきたので、こっちに登山口まで戻りたいと思います。なかなかスリルを味わいましたね、今回も。楽しい。またちょっと違う感じの、やっぱ山によってちょっといろんな魅力がありますね。今回は三つ森山とハンサレでした。三つ森山の山頂は360度の展望でめちゃめちゃ綺麗でした。ハンサレは最初ちょっと近いかなって思いつつ、最初穏やかだったんですけど、最後一気に激しくなってきて、なかなか登りごたえのあるところでした。崖の上とか、あ、崖崩れの上とか歩くんで、まあちょっと危ないですけど。それではまた次回、バイバイ。今回も楽しかった。